皆さん想像してください。左手でスマホを持って話しながら、右手の腕時計を見て3本目の手でコーヒーを飲み、4本目の手でノートパソコンを開いて、ブライトサイドの動画をオンにできたら超便利だと思いませんか？にゃん、にゃんだって。魚はおよそ5億年前に陸に上がり、進化を遂げ、4つのヒレが手足に変わり始めました。このことにより両生類は泥の中を移動することができるようになったのです。そしてこれらの両生類の陸で過ごす時間が増えると、ヒレは徐々に足のようになっていき、数億年後には一部の動物が後ろ足で立ち上がるようになりました。あとはご存知の通りです。でもその進化の過程が少し違っていたらどうなっていたのでしょう。もし魚に6つのヒレがあったとしたら、両生類にも6つの足があったはず。少し不気味ですが、かなり興味深い話ですよね。はい、もう次に何が来るのか知りたくてうずうずしているんじゃないですか。このシナリオの場合、人間がどうなっていたのかを見てみることにしましょう。まずは出生から始めてみることにしましょう。母親の子宮内で8週目に入ると、この期間に2本の足と4本の腕が形成され始めます。腕が余分に2本あることにより、より多くの栄養素が必要とされるので、母親は妊娠中に普通の妊婦よりもはるかに多くの食べ物を食べることになるでしょう。そして出産後、4つの小さな手でお母さんの手を握ります。2本の腕は肩につながっていて、他の2本はあばら骨のすぐ下の部分につながっているんです。簡単に言えば4本腕があるということ。幼少時代、普通の子供の2倍のおもちゃを持っていて、お母さんが寝かしつけようとするときにも2本の腕で抱きながら、1本の腕で哺乳瓶を持ち、おもちゃをガラガラと鳴らしながら子守をしているといった感じでしょうか。さらに2本の手で汚れたおむつを外しながら、残りの2本の手で清潔なおむつの準備をすることができるので、2倍の速さで交換できます。そして昼食時の台所は大変なことになっているのではないでしょうか。子供はテーブルの上をスプーンで叩きながら食べ物を4つの方向にまき散らし、お母さんも1本の手で汚れたテーブルを拭きながら、もう1本の手を使って食べさせ、3本目の腕で紅茶を注ぎ、4本目を使ってコンロの上でオムレツを作っていることでしょう。そして子供が退屈しないよう犬を飼うと、犬の祖先も6本の足で水から出てるので、足が4本ではなく6本になっているはず。その後成長して学校に行き始めると、机は普通のサイズよりも少し大きく、先生は両方の右手で黒板に数学の方程式を書いています。そして生徒はそれを一つの手でノートに写しながら、2本目と3本目の手で紙飛行機を作り、4本目の手を使って紙を丸めてクラスメートに投げつけているといった状態。お絵描きのレッスンを始めてみると、この世界ではアートがもっと面白いものになっていることに気づくはず。レオナルド・ダ・ヴィンチやレンブラントの絵画、さらにミケランジェロの彫刻などの人々も全て4本腕があることになります。アートでは描かれている人が変化するだけでなく、絵画のプロセス自体も変化していることでしょう。キャンバスの幅も広くなっていて、絵よりも詳細に描かれ、色彩も鮮やかなはずです。でも絵よりスポーツの方が楽しく感じる子どもも多いはず。スポーツクラブに所属し、ダブルバスケットボールを始めました。ボールは1つではなく2つあり、プレイヤーは2つのボールを同時にドリブルし、ダブルバスケットに投げ込みます。スポーツは我々が慣れ親しんでいるものとは全く違ったものになっているはずです。フェンシングでは2つの剣を使い、ボクシングでは4つのグローブを使っているので、試合はさらに壮観なものになっていることでしょう。テニスでは1人の選手が2本のラケットを使いながら2つのボールを打ち、棒高跳びでは4本の腕で体を支えるので、飛ぶことのできる高さは2倍になります。そしてブレイクダンスもさらに複雑になっているはず。ダイソン選手はスパイダーマンのようなトリックを使い、運動があまり得意でない人でも登山をするのが上手くなっているはずです。陸上競技ではさらなる腕の振りにより走るスピードが速くなるだけでなく、体重が増えたこともあって両足が強靭になり、跳躍力も増しているのではないでしょうか。さらに泳ぐスピードも速くなり、ボートレースでもオールを4本使えるので湖を2倍の速さで横断することができます。冬は特にお気に入りの季節。雪合戦をするときは雪玉を2つ同時に投げられるので、対戦相手も簡単には避けられないはずです。青年期、ダブルバスケットボールのスターになり、
一度に2つのバスケットボールでゴールすることができるので、学校の選手権の決勝で勝利を勝ち取ることができるでしょう。友達と一緒に喜ぶ時の4本腕による抱擁はかなりきついはず。でも背中も発達して強くなっているのでご心配なく。トレーニング後にシャワーを浴びる時にも液体石鹸をたくさん使い、消臭剤も4つの脇の下に使わなければならないので、すぐになくなってしまいます。ティーンエイジャーですからね。おしゃれのために時間を費やすようにもなります。服を買いに行く時にも4本の袖があるものを試着します。この世界ではファッションもかなり変化しているはずであり、2倍のジュエリーとマニキュア、そして時計をつけているかもしれませんね。バックパックやバッグには4本のストラップがついていて、高価な毛皮のコートを着ている人は巨大な雲のように見えるはず。スーパーでは2倍の食品を買います。でもそれは4本の手で袋をより多く持てるからという理由ではなく、2本の余分な腕のためにより多くのカロリーを必要とするためです。人類はより多くの食材を必要としているのに、地球の資源の量は同じなので、この世界での食料や水はかなり高価なはずです。学校を卒業した後、大学で生物学を専攻したとします。一生懸命勉強し、講義を録音、そしてコンピューターにたくさんのことを入力します。4本の手を使えばいろんなことを同時にすることができるので、マウスを2つ使い、コンピューターにはさらなる機能を備えた拡張キーボードが装備されているのです。スマホの画面も広くなっているので、一度に4本の手の指を使ってチャットすることができます。コンサートに行った時にもキーボードは1つではなく2つあり、ギターには2倍の数の弦が貼られています。ドラムの数も増えているので、1人で素晴らしいビートを生み出すことができるはず。リズムやダイナミクス、テンポも全て改善されていて、大人気のスターのコンサートでは倍の手が上がっているのが見えることでしょう。そしてフィットネストレーナーは4本の腕の筋肉を鍛えるために、ジムでより多くの時間をかけてトレーニングをしています。レストランではウェイターが一度に4枚のトレーを運ぶことができ、コックは2つの料理を一度に調理でき、フォークとナイフを2本ずつ使えるので、食べるスピードも上がっていることでしょう。人気のある職業の一つはマッサージセラピストです。4本の手で同時に筋肉をマッサージしてくれるはずですからね。そして生活面では全てにおいてスピードが上がり、マルチタスクも容易にできるので、さらなるテクノロジーの進歩を遂げていることでしょう。薬はどんな病気でもほぼ完璧に治療することができ、人工の有機食品を大規模に栽培しています。次は成人期。大学を卒業して現在研究所で生物学者として働いています。そしてここで将来の妻に出会います。ひざまずいてプロポーズする時にも指輪を2本あげて結婚することになりました。職場では進化の過程で動物が6本の手足を得た理由を研究し、アマゾンの熱帯雨林に飛んで地元の動物層を調査することになりました。そこに住む動物は6本の足で動くことになり、速くて強靭、そして機敏であることが分かりました。ここで2本の腕と2本の足しかない未知の霊長類を発見することになります。高精度の DNA 分析のおかげで、これらの霊長類の祖先は他の魚よりも1億年ほど早く水から出たことが判明、思考を発達させたことが分かりました。他の両生類は何百万年もの間浅瀬を泳ぎ、捕食者から逃れるために2つの余分なヒレを発達させたことが分かったのです。そして研究を終えた後に、もし手足が4本しかなかったら世界はどうなるのだろうと考えるようになるのです。結果としてシャツもジャケットもコートも余分な袖が必要になるので値段が上がります。手品師はトリックを隠すための袖が増えることにより、さらに驚くような手品をすることができるようになります。そして4本の手でポーカーをプレイしていると、勝負が決まるのが2倍早くなります。アイスクリームを食べに行くときにも4本の腕のおかげですぐに食べられるといった感じになるでしょう。今日何か新しいことを学べたと思ったら手を挙げてください。1本だけでも大丈夫です。この動画を高評価してお友達ともシェアしてください。おすすめの動画もぜひご覧くださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。